お兄様。玉木。英雄様、刹那兄様はどうしても戦うおつもりなのですね。ならば全力で挑みましょう。最後の戦いだろうとやることは変わらない。敵を残らず打ち砕いてやる。俺は少しの間身を隠す。信長さん、手はず通りに頼む。さすが修羅の道を進めなかったか。ならばその覚悟を支えてやろう。ほう、いいぞ。刹那の動きが気になる。私は奴を探ってくる。おう、いいぞ。今こそ入れよ、修羅の先兵たちよ。彼らを拠点に入れてはなりません。何としても止めないと。呂布さん、手加減なしですね。ほう、いいぞ。まだじゃ、めぐりな、かすみ、畳みかけるのにゃ。刹那さん、本当にいいのに。玉木、やっぱり来たか。お前にはここでおとなしくしてもらう。刹那兄様、なぜこんなところに。このままでは挟み撃ちに。ほう、いいぞ。息つく暇は与えない。行くぞ。マリーも行きます。マリーどうする。本陣が狙われています。一旦引きましょう。我が部、とくと味わうがいい。今だ、刹那の横腹を突く。四季、いつの間に。俺が真の三国武装だ。四季、なぜ自分の妹を破滅に追いやる。私の力不足がこの結果を招いた。ならばせめて玉木の望みを叶える。それだけだ。あなたはなぜそこまで戦うの。アリマ、刹那の喉元を狙うぞ。奇襲作戦か。いいだろう。全軍一旦引け。体勢を立て直し、玉木と四季の攻勢に備えるんだ。よし、こちらの思い通りだ。玉木、お前を死なせはしない。私は誰にも死んでほしくないんです。お兄様も、民も、英雄様方も、私が守ります。だからってなぜお前一人が犠牲になるんだ。お前には誰より幸せになってほしいのに。たとえ火の中水の中、今回の全力でお供しやすぜ。玉木、お前さんの覚悟は立派なもんだ。だから俺が道を開いてやる。刹那兄様、
ごめんなさい。あとは王となり英雄様をお返しするだけ。私は必ず成し遂げてみせます。清らなる泉よ、代々の王を守りし神器よ。新たな王が命じる。何ちらが誠の力で雨土にあまねく祝福をもたらせ。泉と神器が私を王として認めてくれました。これで皆様をお返しすることができるはずです。お願い、もう一度異界への道を開いて大切な人たちをあるべき場所へ返すために。これで終わりかい。まだ体力あり余ってるぜ。よーし、もう一っ走りしてくるか。手応えのある奴らと戦えたな。ふん、それなりに悪くない世界だったぞ。これで終わり。ほっとしているのに不思議ね。元の世界に帰るのが少しだけ名残惜しい。なんだか夢みたいな毎日だったな。私、みんなの役に立てたかな。突然のお誘いには戸惑ったけれど、面白い経験ができてよかったよ。サンキュー。最初はびっくりしたけど結構楽しかったかな。英雄としての役目全うできたな。That was strange indeed, but I didn't join it.